するしない。どうも、日向彩子です。今回も MJ のトンプー戦やっていこうと思います。フリー対戦、これね、すぐ人集まるのがまたすごいですよね。何時にやっても、あ、もう集まったよ、すごい。待ってない、私何も待ってない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 MJ のトンプー戦、赤入りですからね。赤入りれんちゃん、トーン1曲、ドラマ G1、 プレイヤーはペーチャです。ミサさん、よろしくお願いします。プレイヤーの引きに期待しましょう。ババさん、よろしくお願いします。想像がちょっと多め、3マとこだとすぐ染めたくなるんですけど、4マはそうもいかない。一番最初に仕掛けるのは誰か。あー、いいとこから入った。これで一歩前進。結構この誰かのダブトンは先に私切っちゃう派です。まあ、今回ハクが統一だから切らない手もあったんですけど、まあ別に、あ、ニナキじゃない？ひなた、波が来ている。波が来ている。貫禄ピン欲しいですね。ドラが G1 だからな。あ、これもありか。場を制する人物で、今決めとかなきゃいけないのは、ハクを泣くか泣かないかですよね。今のところね、多分泣かない。ここはスルー。ヒトパーピンも悪くないけど、こうかな。最高系は3色だったり、いろいろつくパターン。一体どんなドラマが待ち受けているのか。うーん、関数はね、あっという間に悪くはないかな。1枚切れですけど、ヤンワン引いてもね、因数は変化あるし。さあ、この牌はどこ。ここも我慢。泣きません、泣きません。いやー、どうしようかな。ハク泣いてもね、ポンして1000点なんですよ。各茶どんな最終形を思い描いているのか。結構ね、そういうのやらないんだけど、トンプー戦だからね。4曲最短、あ、来た。これはリーチですね。来た、リーチ。シャンポン天杯お願いします。あ、スジ。各茶どのように打ち回していくのか。結構リーチ手順が好きで、こう泣いちゃっての先手よりもリーズも吐く裏位置とか、そういう漫画系の手作りが好き。ひなた、上がりきることはできるか。上がらせてください。お願いします。各茶、相手の出方を伺っているのか。2番、結構スムーズにね、引けましたね。数番あたりが入った。ドラードラー、はじめまして、さようなら。いいピン筋。場に緊張感が漂っています。あー、すごい、全然出てこない。ひなさん、丁寧ですね。なかなか上がれないですね。よいしょ。あー、ドラー2枚。結構山にドラが眠ってたんですね。こんなに来てくれた。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。龍谷近づいてきた。場を制するのは一体誰なのか。このまま龍谷となるのでしょうか。ドラ全部見えた。1-0。入って。息を呑む攻防が続いています。はい、龍曲。プレイヤーの一人天敗で龍曲ですね。両脇でしたね、持ってたの。まあ、いいでしょう。一人天敗、ありがたや。ドラマ数層、プレイヤーはシャーチャです。シャーチャ、シャーチャ。現在はトップ目です。まだまだ気が抜けませんよ。いや、本当ですよ、気は抜けない。どう打ち回していくのでしょうか。なんかね、ちょっとあまりいい形ではない手が来ましたね。
そういう時はちょっと薬杯の重なりは残して統一手も見ながら、でも基本は瞬つ手が好きです。純子さんが好き。純子さんがピンフが好き。ピンフ初と純が1枚ずつ。一番最初に仕掛けるのは誰か。安全牌にもなりますね。ちょっと1枚先に切ろうか。こういう時はあの安全度の高い牌を残しちゃいます。純の方がね見えてるから純を残す。重苦しい場になっています。あ、切っちゃおう。場を制する人物は一体誰なのか。あ、チームは引いた。で、問題はこれでリアンシャン点です。うん、リアンシャン点なんですけど、このドラ票受け入れのペン三層をどうするかって感じですよね。いや、切っちゃおうかな。ここは一歩後退。イーソーと Q1 がなくなるとタンヤオの目もあるから一応動きもできる。わ、ドラ切ってる。ドラ切ってるよ。並べて切っとこう。リアンソー親がねもうずっと手出しで、あ、今もつむぎりだったパーソー。もうねくしゃくしゃなわけないんですよ。あんな手の人が捨て牌が。各茶どのように打ち回していくのか。で、周り結構ねもう手出し続いてて、危ないくなってきたかもしれない。各茶相手の出方を伺っているのか。手出しとんもう切ってる牌で安全牌が出てきましたね。これは先ほど切った牌。つもぎりが続きます。パーワンが全見え。 Q1 安全牌か。場に緊張感。いや本当ですよ、緊張感出てきちゃう。 Q1 一度切ってるんですよね。から切る。おお、来た来た。ここでおやり。あのトンズ手出しから天敗だったんですね。果たしてここをしのげるのか。そういうことね。はいはいはい、なるほど。いいピン現物、ローピンも現物。このまま静かに場が進行していくのか。テンパイはね取れれば取りたいけど、どうかな。パーソー3枚。おお、かけり1だ。ここは注目です。さあこの牌はどうする。ここも我慢。危険リーチになったら誰が上がりを勝ち取ることになるのか。カミちゃん、基本的に打ちたくないんですけど、通、絶対に通る牌が今ねもうないね。筋ペイは通ってますね。制するのは一体誰だ。流局怖いよ。あ、イーピン危ない。親の剣物とか言ってゲラブと当たる。オノロジア、サブロー1だったんですね。あ、綺麗な手。怖いよ、危ない、危ない。3局、日本馬、ドラはリャンゾー、プレイヤーはナンチャです。今ね、今回たいところです、ね、今回強卓と本場がすごいあって、ちょっとこれね上がりに行かないとトップが危うい。重苦しい場になっています。トン発順重なれ、どれか重なれ。場は膠着状態。ちょっと2人変ですよね、もうね。あ、今シャアつもぎりでしたけど、泣かれた。シャアチャじゃない、シャアチャじゃない人がシャア泣いてるよ。あ、バスを切ってる。でもこれは1回残そうかなね。一瞬ね一通見て今残したんですけど、それよりもパーソン残しとけばよかった。
これやばいかも、の後のパーソーめちゃくちゃ痛いかもしれない。ひなた、これで一歩前進。なんちゃですよね。だからここは2枚切れのはず。トンはね、ションパイでちょっと持ちすぎると怖いので先切りましたけど。あ、吐くかな、カレトン。やっぱりね、みんなこの教卓と本場を取りに。あ、カムバック、カムバックバット、ありがとうございます。チュンはわははは、泣かれた。そうだよね、役なかったもんね。チュンだよね。もうだってあとないもんね、初手とかね。各茶相手の出方を伺っているのか。チー、トイレ、ここでチー。うん、泣いてる。そう、本一のドラーとかある手ならあれ満貫ですからね、トイメンさん。漂っています。おうおうおう、ここでおやり。これはね、パースを切ります。注目しましょう。果たしてここをしのげるのか。ここはドラを持ってきた。放送でいいし。うわうわうわ、ちょっと9万かな。ちょっと熱い場になりすぎてません？これ勘弁してくれよみたいな感じですよね、完全に。ローワンかな。今ね、残り時間6秒しかない。いろいろなんかゆっくりやりすぎてる。あー、危ない。スッチーワン、いや、これでトップ目に立ちましたね、下茶さんが。2000点だけど、この重みを今ね、リーチボーさらに出たんで、もう3万点超えましたね、これ。そしてオーラス、私の親番。なんだこの点差は、近い。この試合も、あ、チューが統一になった。2000オール以上、ロンなら5800点以上上がればトップ。優しい、ちゃんと点数細かく教えてくれましたよ。皆さん聞きました？ツモなら2000オール、ロンなら5800で足りるよって。わかりました。一番最初にできれば3色、そしてトンが統一になれば、もうチュンとトンでね、役足りるので、まだこのトンは切りません。ひなた、これでリャンシャン点です。カンウーワン、赤入りのルールですからね。ウーワンだったりも悪くない。重苦しい、来てくれれば打点アップ。あ、トン2枚切れになっちゃった、もうない。場は膠着状態。うわうわうわ、ちょっと早くない？ねえ、早くない？リーチ、しかもドラギリーチで、ラス目からのリーチでしたね。え、どうする？行っちゃう、戦う。ああ、恐ろしい。でも親だしね、ちょっと頑張ろうよ、戦おうぜ。キューピンいらないかな。各茶相手の出方を伺っているのか。もうちょっとせめて後継できないかな。スーワン3つ目。あ、来た。ちょっと行きます。ちょっと前出ます。リンシャンテンです。あー、転売した。これはもうカンウーワンで追っかけリーチです。レッツゴー。わー、カンウーワン、カンウーワン、カンウーワン。これ打ったらラスです、大体。上がればトップある。あ、中筋です。ちょっと待って、パーマンの止まり方怖いよ。今ロンかと思った。少し場が落ち着いた。いや、落ち着い、あー、出たー。上がれた。ふぅ、これトップ目から。いや、素晴らしい、上がったよ。結果がどうなったのか。これはね、まくりました。やった、トップです。イエーイ。あー、熱い対局だった。逆転勝利。はい、ということで、なんと今回トンプ戦トップ1着。よかったー。
私なんか上がったっけ。さあということでトップ戦トップを取ったので、え6回もいけるの、これ6回もいけるの、これ大体ビンゴっしょ、もうこれリーチもないけど、いきます。じゃあ6回回していきます。1、2、3、4、5、6、先に回すシステムです。いきます。1個目、37番ある、リーチじゃない、これ37リーチ来た、これ41リーチ、ついに来ました。さあ次2個目、18いらっしゃらない、18はいない、いやでもまだいっぱいやったから、次、あー惜しい、42、なにこれ1個ずれてる、違う41じゃない、次36、1個もない、36、同じ番号何個かあったりするのかなこれ。さあ次66、おいねえよ、全然ないよこれ、なんで6回もできたのに。最後じゃじゃん、13、ああるあるけど、どうでもいいところどうでもいいところ開いた、あービンゴできなかったえこんなにできないもんですかね、今回もビンゴ達成ならず。これいっぱいできた方が幸せなはずなのに1個もできない。さあでもトップは嬉しいので、この調子で頑張ればこれ全部穴開きますから、そしたら全ビンゴです、全ビンゴ。さあ皆さん今回も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。ではまたねー。